エイリヒ・クライバーは、オーストリアのウィーン出身の指揮者。指揮者のカルロス・クライバーは息子。1890年8月5日、ウィーンにて生まれる。言語学者の父がプラハに赴任したため幼年時代は、当地で過ごしたが、1895年と1896年に、相次いで両親を失い、それ以降は、プラハとウィーンの親類の下で過ごした。ウィーンで、 基礎教育修了試験を受け、プラハ音楽院で、ピアノ、オルガン、打楽器、指揮を、さらには、プラハ大学で、歴史、哲学、芸術史を学んだ。学生時代から頻繁に通うようになった、歌劇場で、マーラーの指揮に感銘を受け、自身も指揮者への道を本格的に志すようになった。1911年から1912年にかけて、プラハにある、ドイツ劇場の練習、 合唱指揮者を務めて、指揮活動をスタートさせた。その後は、ダルムシュタットの宮廷歌劇場の第三音楽長となり、1916年には第二楽長に昇格して19、1919年まで務めた。また、ダルムシュタット時代に出会った指揮者、アルトゥルニキシュのスタイルを真似つつ、次第に自己の指揮スタイルを確立していったとされる。 1919年から1921年には、バルメンイエル・ベルフェルトの第一学長となり、この時期にコンサート指揮者としてデビューした。その後は、デュッセルドルフ、マンハイムの指揮者としても活躍した。1923年に、ベルリン国立歌劇場の音楽監督に就任、モーツァルトやベートーベンなどのオペラを指揮する一方で、ベルクのボチェックやヤナーチェクのイェヌーファなど、 新しい作品も積極的に取り上げた。この頃のベルリンには、クロール歌劇場に当時は現代作品を得意にしていたクレンペラーもおり、当時の現代作品の上演が非常に盛んな時期でもあった。また、他のオーケストラへの客演も盛んに行っており、ニューヨークフィルハーモニー管弦楽団を指揮するために2回、渡米しているほか、1923年、 1925年、1927年には、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団と共に大規模なドイツツアーを行っている。ただし、ナチスの台頭により状況が変化していく。彼はユダヤ人ではなかったものの妻はユダヤ系であり、またユダヤ人の友人も多くいたほか、同時代の音楽作品を大敗を音楽と呼び弾圧するナチスの台頭を非常に警戒していた。 1933年2月27日のドイツ国会議事堂放火事件、翌年11月30日のベルクのドゥルクミ局初演に対する禁止令は彼にドイツ脱出の決心を固めさせるのには十分であり、禁止令が出た5日後にベルリンの職を辞任。翌1935年のザルツブルク音楽祭出演の後、妻と当時5歳のカルロスらを伴って、 アルゼンチンに移住した。ドイツを離れた翌年の九百三十六年、クライバーはブエノスアイレスのテアトロコロンにおけるドイツオペラの主席指揮者になった。さらに南米各地のオーケストラに客演し、九百四十三年から九百四十七年にはハバナフィルハーモニー管弦楽団の指揮者を務めた。また、九百四十七年から九百四十八年には、 アメリカの NBC 公共楽団を指揮してもいる。なお、1939年にはアルゼンチンの市民権を取得した。戦後、1947年頃からヨーロッパでの指揮活動を再開した。1951年からは、フルスのベルリン国立歌劇場を再び指揮するようになり、1954年には音楽監督に就任したが、 東ドイツのドイツ社会主義統一党政権と意見が対立し1955年辞任した。また、1956年に行われる予定のウィーンフィルハーモニー還元楽団初のアメリカツアーの指揮者にも選ばれ、また客演で好評を博したコベントガーデン王ーリツカ劇場からの働きかけも、 あったが、尊敬する、モーツァルト生誕200年の日であった1956年1月27日に、チューリッヒで急世した。なお、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団と再会した際、クライバーは、あなた方のオーケストラにはいくつの弦楽始終相談があるのかという問いを発したとされる。クライバーの練習は厳しく、いかなる反論も跳ねつけるやり方で、自分の意思を押し通したとされる。 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で第二バイオリンの首席奏者を務めたオットー・シュトラッサーはリハルト・シュトラウス作曲のオペラバラの騎士を録音する際にある箇所を G 戦で弾くよう指示した指揮者のクライバーに対してその箇所では G 戦は響かないと意見を言ったところ第二バイオリニストのようなそんな手合いから自分はご意見を受けたまわったりなどしないと返答されたと回想している ゲオルグ・ショルティは14歳の時にクライバーの指揮でベートーベンの公共曲第5番を聴き指揮者の道を志した。その後ブダペスト歌劇場にてクライバーの助手を務めバラの騎士、高級からの誘拐での歌唱指導とバラの騎士の本番におけるチェレスタ演奏を行ったがショルティはこの時を振り返ってオペラに夢中になっていたクライバーは演出にまで入れ込んでいた。 彼は自ら、高級からの誘拐を演出し、歌手を思い通りの位置に立たせ、その演技を指導し、装置について、舞台美術家に意見を言った。エーリヒクライバーほど徹底して、劇場人になりきれる指揮者は滅多にいない。私は、彼のようになりたいと思ったと述べている。指揮者のヘルベルト・ブロムシュテットは、ドイツ的な響きとは何かという問いに対し、それは一つの集合概念です。 ドイツ的な響きというのは、ビルヘルムフルト・ベングラー、アルトゥール・ニキシュ、フリッツ・ブッシュ、エーリヒ・クライバーから連想される響きですと語っている。オペラ指揮者としても評価が高く、後に断られてはいるものの、ルドルフ・ビングは、メトロポリタン歌劇場の音楽監督級の地位を、クライバーに提示している。なお、クライバーは、自身の代わりとして、ジョルジュ・セバスティアン、ハンス・シミット・イッセルシテッド、 ロバート・デンツラーを推薦したが、ビングはこれを無視した。また、音楽評論家のモンマ・ナオミは、エイリヒ・クライバーについて、以下のように述べている。言葉のリズムとオペラの演出効果に、天才的とも言える、結出した感覚を持っていた。これによって、オペラの式に、独特の境地を開拓したのであり、そうした様式を、演奏会の方面にまで押し広げていったのだった。クライバーの音楽は、 常に歌っていることが大きな特色で、しかも無軌道に歌わせることをしない。そのために形式と内容との均衡が巧みに保たれているとも言われるのである。ABCDEFGHIJKLM 音楽の友者社編名演奏家辞典音楽のと二百271ページ AB ブロムシテット70ページシュトラッサー63ページシュトラッサー 20ページ、A.B. シュトラッサー64ページ、ショルティ38ページ、ショルティ47ページ、A.B. アフロン213ページ、ありがとうございます。